皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品は、ナンガの2024年秋冬新作ですね、ヒノクリップストップインナーダウンカーディガンをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということでね、いつも通り簡単に素材やディティールカラーご紹介していこうと思うんですけども、こちらは快適な着心地の、難燃素材を使用したマルチに活躍する1枚の、ライトアウターとなっております。ナンガ独自開発の難燃素材を使用したインナーダウンカーディガンで、こちらね、ナチュラルなストレッチ性と弾力性を持たせたヒノクリップストップを使用しており、快適な着心地っていうところが、実現されているアウターとなっております。胸ポケットを1つ、腰ポケットを2つ、備えたシンプルな、デザインになっているんですけども、10月から11月頃、ですね、真冬になる前まではもう本当にアウターとして、使えますし、もう本当に、12月以降のね、1月2月年間でね、一番寒い時の、真冬に関しましてはオーバーコードの、インナーダウンとしても活躍する万能なアイテムとなっております。一つ注意点としましては、こちらは独自開発された難燃素材になってまして、決してね、不燃素材では、ないですので、長時間の、火の行動とか、そういったね、付着など、十分に気をつけて、焚き火とかキャンプファイヤーとかのシーンで使われる方はその辺だけはね、ご理解いただいた上でお使いいただくのが一番ベストかなと思っております。ただね、普段着として、待ち着としてね、使う分にはもう全然ね、そんなに普段燃えることは、ほぼないかと思いますので、全然スペック的には問題なく、普段ね、使うには、十分なんじゃないかなと個人的には思っております。デザイン的にはね、結構身幅も緩めで、丈はそんなにめちゃくちゃ短くも長くもなくっていう感じの、デザインとなっております。本当に楽に着れて、一応ね、表地はポリエステル 96%、 アラミド 4%、 裏地はナイロン 100% で、中綿に関しましてはダウン 90%、 フェザー 10% と、なっております。結構ね、 S サイズでも、身幅ぐるりでね、116センチと、結構ね、ゆったりとした感じの、アウターとなっておりますし、肩幅もね、47センチありますので、本当にちょっと分厚めな、ロンティアラ、ちょっと薄手のね、スウェットとか着ていただいても、難なく、もたつきなく使っていただけるんじゃないかなと思います。またこちらね、首元も浅い V ネックになってますので、パーカーとか入れた時もね、フード部分が、全然もたつかず使っていただけますよっていうところも、一つね、大きなメリットなんじゃないかなと思っております。でこちらは実際着用してるんですけども、163センチ、54キロで今 S サイズを着ております。本当に薄いユニクロのロンティー1枚の上に羽織ってるんですけども、全然ね、もちろんもたつきもなく、全然秋口とかでしたらこれでもね、十分、過ごしていただけるぐらいの、感じかなと思っております。止めてきてもね、綺麗ですし、開けてきてもそんなにね、めちゃくちゃこうなんかシルエットが丸く広がってしまうような雰囲気もあまりないですので、ちょうどいいボリューム感で使っていただけますよっていうところは、個人的には、すごくね、このサイズ感、おすすめしたいポイントかなと思っております。今ちょっとね、ロンディが少し、ゆったりめですので、丈がね、結構出ちゃってるんですけども、全然これもね、ジャストサイズの、インナー着ていただければ全然ね、問題なく使えますので、本当に160センチ台の方でしたら S サイズで全く問題なく使えるんじゃないかなと思っております。一応お色はね、ブラック表記なんですけども、若干ね、チャコールグレー寄りな感じの雰囲気かなと思いますので、真っ黒っていうよりかは、少しね、ちょっとくすんだ感じの黒っていうところで、若干そういった部分でも、パンツの色とも馴染みやすいですし、めちゃくちゃ重くも見えにくいかなと思いますので、色目もね、本当に絶妙な感じかなと思っております。でこちらが一応ね、ちょっと、ご参考にはならないかもしれないですけども、ワンサイズ上げて M サイズを着用しております。やっぱり M になるとね、身幅の部分と肩の、後ろのところですね、結構ね、生地が余ってボコッと、丸みが出ちゃいますので、こうなってしまうと本当にね、着られてる感っていうところがすごく出ちゃうので、特にこの肩のところですね、結構浮いちゃうとね、本当にサイヤ人の肩みたいな感じになっちゃいますので、結構ね、服でこう肩が盛り
り上がってしまっているような感じになるので、見え方的には個人的には全然こう綺麗く見えませんので、まあ、その辺はねサイズ選びのところの一つポイントと思っていただければいいかなと思います。まあ、ですので毎度毎度申し訳ないんですけども、まあ普段選んでいただいているサイズ選ぶだけで全然これは大丈夫かなと思いますので、まあ、特別ねインナーが緩めな、トップスがね緩めなものが多いよって方以外は全然ね普通のサイズ選ぶだけでも全然もたつきなく使っていただけるんじゃないかなと思いますので、まあその辺は心配しなくてもいいかなと思っております。まあ、本当にねこういった流行り廃りのないねアウター持っておくだけでも非常にね重宝することは間違いないかなと思いますし、まあどんなねアウター着ても、ある程度ねこうインナーダウンとしても、着用できるっていうところはすごく大きな強みなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、本当1月2月ぐらいがね正直一番寒くなってくるかなと思いますので、まあ、12月とかでしたらねパーカーにこれ羽織るだけでもね本当に十分なアウターとしても活躍しそうな、雰囲気かなと思っております。はい、ということでね今回ご紹介してきました、2020年秋冬新作ですね、ナンガの、日野クリップストップインナーダウンカーディガンですね。お値段が税込みで 36,300 円と、なっております。まあねこちらに関しましてもね正直、めちゃくちゃお買い得かとか、めちゃくちゃコスパええやんけっていうわけではね決してないかなと思うんですけども、まあその分本当にね長く、飽きのこない感じでお使いいただけるっていうところは、まあ一つねこのお値段を納得させるって言った言い方はあれかもしれないですけども、まあ理由の一つにはなってくるんじゃないかなと思っておりますので、まあぜひね皆さん、どういった感想をお持ちかね教えていただければ、個人的にもご参考にさせていただければなと思っております。また袖口に関しましてはねちょっとこうキュッと絞られた状態になっておりますので、まあ日常のね生活する分にはねこの袖の仕様というところももたつかず使えるというところは一つねありがたいところかなと思っております。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。まあようやくね今日からちょっと気温もね30度切る日が、続いていきそうな感じで、まあ秋らしいと言ったらあれですけど、もう本当にね10月手前なんですけど、やっとね過ごしやすい気温になりつつあるかなと思いますので、ぜひねこういったアウターこれから探されていく方もね増えてくるかと思いますので、まあそういったお買い物のご参考になれば個人的にもすごく嬉しく思いますので、ぜひね気になる方は高評価、チャンネル登録の方も何卒よろしくお願いいたします。またねちょっといただいてたリクエストの分のね商品もちょっと遅くなって申し訳ないですけども、必ずアップしようと思っておりますので、もうちょっとお待ちいただければなと思っております。結構ね個人的にも、バタバタしておりまして、まあなんとか、撮りたいなと思っておりますので、その辺もね改めてチェックしていただけると、すごく嬉しく思います。はい、ということで次の動画までまた、さようなら。